皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、私が普段使っている Bluetooth のスピーカーをねご紹介したいと思います。私の生活の大半がですね、ラジオ、YouTube、音楽、ほとんどが、スマホで音楽の、生活で満ち溢れているんですよね。テレビよりもラジオ、音楽の方がね、聞いてる機会が多いと思います。まあ、目がね、見えないもんですから、まあ、テレビは近づければ見れるんですけど、まあ、目が疲れちゃうと。でも、音楽、ラジオ、YouTube、まあ、YouTube 画面もありますけど、基本的に耳だけね、耳だけ使えばいいですからね、何か作業をしながらとかね、BGM 代わりに聞いてたりとかして、もうスピーカーだからね、欠かせない存在です。で、やっぱりね、音がいい方が、せっかくならね、いいじゃないですかね。というわけで、私がいつも使ってるスピーカーね、こちらになります。じゃん。はい、これアンカーですね。もうおなじみですね。アンカー、いいスピーカー出してますよね。サウンドコア2という、こちらのスピーカーをね、使っています。今までもね、結構もう何台もこういう Bluetooth のスピーカーってね、買って使ってはきたんですよね。なのでね、いろいろと聞いてきた中で、私今のところこれがね一番音がいいです。5000円ぐらいでずっと前 Amazon で買ったんですけども、やっぱりね低音が聞くのが私好きでね、綺麗な音が流れるスピーカーの中でちょっとこれで、ね、いいなって思ってます。ちょっとねかけてみたいと思います。スマホをのね、今 Bluetooth 接続をしているので、私の YouTube からね、ちょっと音を流してみたいと思います。はい、音どうでしょう。いい音だな。高音だけだとね、なんかやっぱり安っぽいって感じするんですけど、やっぱりね低音がずっしりくるとね、味があって、なんか音に深みが生まれますよね。で、私いつもね、部屋でスピーカーで音楽とか、こういう YouTube とかラジオとか聞いてはいるんですけど、お風呂の時もね、防水なのでね、お風呂場でもね、安心して使えるっていうね。余談ですけどね、私結構スマホのアクセサリーとかアンカーのをよく使ってるんですけど、なんか越谷レイクタウンにね、アンカーのね、お店ができたなんていうね、情報もあってね、行ってみたいななんて思ってるんですけどね。アンカーってほんといい商品出しますよね。いつもはね、これ今ちょっと著作権の関係で音楽いろいろとかけることできないんですけど、これでね奥原子聞いて癒されてますこうやって何でもね無線通信ができる時代ですごいですよね。 Bluetooth だったり Wi-Fi だったりとかね、充電するとき以外コードを使わない。まあそのうち充電もね、まあ今スマホとかもね、ワイヤレスの充電ってありますけど、何もかんでもね、ワイヤレスでできる時代が、で、もう絶対来ますよね。すごいな。まあスピーカーって言ったらやっぱりね、Bose のスピーカーっていうのは憧れがあるんですけど、ちょっと高いんでなかなか手が届かないんですけどね。というわけで、この辺でしとこうかな。今日はじゃあ私がいつも使っているねスピーカー、 Bluetooth のスピーカーをねご紹介させていただきました。皆さんはどんなスピーカー使ってますかね。はい、こちらの商品なかなかいいですよ。というわけでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。電源切ろうかな。はい、ありがとうございました。バイバーイ。